立浪監督、今年根尾の投球見るの初めて。イメージが湧かない。どこまで投げさせていいかわからなかった。試合後、立浪監督は根尾が今季初先発で非常にいいピッチングをしてくれましたので、ガチをつけてあげられなかったことは系統含めて私の責任だなと思っています、と謝罪。根尾の投球内容には全くどれぐらいか、今年試合を見るの初めてでしたからイメージ湧かなかったですけど、109、5、6回までと思っていたけどそれ以上の内容のピッチングをしてくれた、と評価。フォークも非常に良かったですし、まっすぐもストライク、どんどん追い込んでいけた。まっすぐが微妙に緩急をつけられていたのかなと思います、とした。今後については、残り試合少ないですけど今日の内容であればピッチングコーチと話して考えたい、と次回登板を示唆した。なんやこいつ。マジで全く2軍の試合見てないんやな。イメージが大事や。アッシは何やっとんねん。ほななんであげたんや。この発言びっくりした。マジで1試合も見てないとかあるん？この人本当に監督なの。落合英二って何のためにおるんやろな。ガチのエースマンなんか。立浪監督インタビュー、米ようやく7回に4人の中継ぎを送り込む、出る投手出る投手ヒットを打たれたんでね。このままでは投手が足りなくなるぞと。それをやりくりするのが我々の仕事。それにしてもちょっと多すぎますよね。え、系統策自慢してるの。それにしてもちょっと多すぎますね。他人事。何これ草。またチュニドラが面白いことしてる。来季は2軍の試合もちょっとは見てな。